No. Good evening, everyone. 皆さん、こんばんは。こんばんは。それでは、法話を始めさせていただきます。私はニューヨークから参りましたので、最近ですね、非常に感動しましたお話がございまして、こちらをお話を持って、ずっと考えておりました。ご存知のように、3年半前にですね、金沢で、鈴木大拙館というのができましたですね、D.T. 鈴木ミュージアム。私日本に帰りますたびに参っておりまして、もう3、4回に来たんでございますけど、非常に素晴らしいところでございます。それでその、その、できてからですね、それを記念しまして、NHK のですね、教育テレビで、心の時代というのがございます。これもずっと長い番組でございますけれども、それで、それに、その、開館記念として、放映されたわけです。それを見まして、非常に私、感動しましたんですけれども、それはですね、出演は、ご存知のように、D.T. 鈴木の、秘書を長く晩年ですね、鈴木先生の秘書を務められました岡村美穂子さんのと金光俊夫さんの対談でございます。それでこれが本当にずっと岡村美穂子さんとおりましても鈴木大拙先生との出会いがもう本当にもう何とも言いようがないもう不思議な出会いでございますけど、その不思議な出会いのお話でございます。それはですね、今から、鈴木大拙先生がニューヨークにいらっしゃったのが1950年代、約10年ぐらいいらっしゃいましたけれども、その時に、岡村美穂子さんはですね、まだ10代でございまして、ティーンエイジャーでございまして、それで日本から鈴木大拙先生と偉い先生が来るということで、全然何も知らなかったんですけども、初めて出会われまして、それから、岡村さんはですね、その頃非常にその思春期特有のですね、いろんなその悩みですね、親に対する不満、あらゆる何と言いましょうか、気持ちのもつれと言いましょうか、いろんなことをストラグルしていらっしゃいましてですね、ほんで非常にその、心が苦しかったらしいんでございます。そしてたまたま、ご縁がありまして、鈴木大拙先生がいらっしゃったマンハッタンのあるお家にですね、訪ねられたわけでございますね、岡村さんが。そして、岡村さんが本当に2人だけで喋るのは初めてでございますけど、ずっとその自分のその、不満ですね、人生に対する不満といいましょうか、非常にその嫌なことやとかをとうとうと大拙先生の前で喋られたわけです。そうしましたら大拙先生は、ああそうかね、ああそうかねずっともう本当に最後まで腰を折らずにですね、お話をお聞きになりまして、それで一息つきましてですね、そしたら大拙先生がどういうふうに言われたかと言いましたら、美穂子さん手を出してごらんって言われまして、それで美穂子さんがこの人手を出したわけでございます。よーく見てごらんと言いまして、それでですね、美穂子さんがこの人、こなして見たわけですね。そしたら大拙先生は、これ仏の手だよと言われたんです。それが非常に、これ仏の手だよと言われまして、その時は本当に美穂子さんは何のこっちゃさっぱりわからなかったわけです。これは自分の手じゃないかと、これは私の手ですとですね、思ってはるわけでございますけど、それでその時に、美穂子さんはそれがちょっとわからずにですね、本当に禅の公案みたいなものでございますけども、それをもう持ち帰られまして、一旦家に帰られたんでございます。それから数日経ったんでございましょうか、ずっと気になっていらっしゃいましてですね、もっぺん
大拙先生のところに行かれまして、先生、この間私の手を見てですね、仏の手とおっしゃいましたけど、何ぼ考えても分かりませんと言われました。そしたらその大拙先生が、美穂子さん、これ誰が作ったんですかと、あなたのご両親ですか、違いますですねと。そしたらご両親のご両親が作ったんですか、違いますですね。そしたら一体誰が作ったんですかと言われましてですね、まあそれを聞いてもその時は岡村さんはなかなかわからなかったらしいんですけども、美穂子さん曰く、大拙先生は本当にその時に、まあ、80代でございますけど、 70ぐらい年下の私に対してですね、丁寧にですね、自分が今悩んでいることですね、それをずっとお聞きになって、その何と言いましょうか、ものが2つに分かれる以前の世界でございますですね、こういうふうに手が何であるんですかとですね、そういう分別以前の世界をお示しになったんやなということは後々分かったということです。おっしゃいまして、私は本当にその時もう涙が出たですございますけど、それで昨年の秋にですね、大拙先生のその館の30周年記念公演というのがあります。ちょうど私日本に帰っておりましたので、お尋ねしましたら、今の館長さんの木村千章先生という元大谷大学の学長さんでございますけど、ご講義がございまして、参ったんでございます。そうしましたら、その時に大拙先生の言葉いろいろ聞かれましたけれども、非常に私ビビッときた言葉がございまして、大拙先生曰くですね、全てのものには全てのものをたらしめている働きがある、わしはそれを慈悲と呼びたいというふうに言われたんです。全てのものを全てたらしめている働きがある、わしはそれを慈悲と呼びたいとおっしゃったらしいんでございます。私は非常にその時に、全てのものを全てたらしめている働きということはよくよく考えてみましたら、これは本当にもう空と言いましょうかですね、演技の方そのものでございます。私はここにこなしておるということ自身はもう本当に何ともかとも言えない、無料の働きがこなしになっとるわけでございますけども、それを慈悲と言いたいとおっしゃいまして、非常にそうかと、ですね、演技の方に目覚めること、それが本当の仏さんの大事事なんだということに非常に今打たれましてですね、それから、よくよく考えてみましたら、南蛮大仏ですね、奇妙無量寿如来南無不可思議光と申しますけれども、本当に同じことを言うてるんだなと、南無不可思議光、奇妙無量寿如来、もう本当に無量の働きがですね、こなして私になってくれておるですね、もう不可思議としか言いようがない他力の働きがこなして、もう私になってくださっておると、これを本当に慈悲の働きであるというふうに教えてくれはりまして、私は本当にその時に、大拙先生という方はその大乗の本当にはそのどんな方にでもそのですね、救うぞという働きを私らに、菩薩の働きを見せてくださったやなと思って非常に感銘した次第でございます。時間が終わりましたのでこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。Namaste. Namaste. Namaste.